シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日は今週末公開作品4月これ19も一応入るんですかね、19、21、22の公開作品について語りながら今週の課題作品を決めていきたいと思います。はい、なんかシネコンがすごいことになってますね。何、地獄屋のこと。いや、このコン、そう、まあ嫌っていうか、そうですね、うん、週上げが600万まで来ちゃって、あ、コナンの、はい、あ620万だって、うん、まあなんかあの一部のインディペンデントの勘違いしてる人がかなりクレームつけてるみたいだけど、だって商売なんだからしょうがないじゃん ね、うん、すいません、あのなんか雑談コーナー的な冒頭になってしまいました。そうだね、これは雑談コーナーの冒頭にすべきだった ね。はい、じゃあ早速20丸2本、はい、1つ目の20丸、はい、ビレッジ、はい、まあ、これはもうリクエストもいただいてますけど、多分これ川村さんの遺作なんだと思うんだよね。なるほど、川村プロデューサーのね、うん、クレジット的には入ってくるものあるかもわかんないけど、はい、多分自身でやってたやつのこれ最後だと思う、うん、お別れ会行きましたよね。いや、私は行かなかったんだ、はい、お別れ会でも藤井道人監督が答辞を読まれてて、まあ、川村さんの多分最後の作品なんだろうと思うんです。まああのご存知ない方もいらっしゃると思うんですけど、私スターサンズに1年間だけ、はい、所属しておりまして、川村さんとは96年以来だね。だからまあ四半世紀付き合ってきて、その中で彼のだから部下にも一回なったので、はい、まあ、スターサンズにもいたので、まあ、非常に川村さんの旧姓というかね、亡くなったのは非常にショックではありました。まだね、ご存命なら問題作を10本20本ね、うん、作られていたと、ね、どんどん作ってたでしょうね、うん、特にやっぱ今までの日本映画界にはいなかったタイプのプロデューサーだったから、うん、まあ独自固有なプロデューサーたくさん多いと思うんですけど、うん、まあその独自固有なプロデューサーの川村さんは最右翼にいらした方だと思うので、うん、非常に残念ですよね。まあね、3人でね、うん、ブレイウィッチプロジェクトにも関わらせていただいたので、そうですね、非常に思い出深いです。3人で一緒に仕事したのそのぐらいだよね。それだけだと思いますね、うん、まあ、言うんでね、まあ非常に残念ですけど、ということで、まあビレッジは絶対的に見なければならない作品ということになりますよね。で、まあ、あのかなり意欲的な作品らしいので、藤井さんの多分原案脚本監督ということになるんだと思うんですね。それでキャストもねすごいいっぱい出てるんですよね。予告編見てもなんかちょっとまがまがしい感じがね面白そうだと思うんで、まあこれは今週の一押しで、まあ多分選ばれるだろうなとは思ってますけどね。はい、はい、続いて二重丸の2本目、いよいよこれがちょっとびっくりですね。JOO、 うん、 J00 なのかな、5311、ダブル O なのかな、ダブル O じゃねえだろJWO とは言わないでしょ、ゼロなのかな、ゼロみたいな感じがします。これはあのどうだろうとかツッコミがいない。光ることなく浮遊していた2つの星が奇跡とも呼ばれる確率で衝突し、再び輝き出した星を元に名付けられた、その名付けられた星の名前をタイトルに使ってんですよね。でこれなんで僕が二重丸に選ぶかっていうと、まあ、PFF アワード2022のグランプリなんですけど、なんか満場一致で選ばれたらしいんですよね。その時の審査員が誰かはちょっと存じ上げませんけど、これ三島さんの、三島由紀子監督のコメントがあるってことは、三島さんはその時の審査員だったのかな。まあ主演と監督、脚本編集をやってる河野さんって、あの優子の天秤にも出ている俳優さんで、スペシャルアクターズっていう上田慎一郎監督の、はいはい、ご覧になりました。ああ、まあ、拝見します。あれで今ほぼ主演、準主演なんですけど、うん、弟役を演じられていた方なんですよね、うん、その方が、まああの脚本書いて自分で監督して、うん、でピアに第44回ピアフィルムフェスティバルですね、でまあグランプリということで、まあ、これはぜひ見たいし、まああの新しい方はご存知ないかもしれない、佐藤さんかつてね、はい、PFF アワードの次か、はい、何言ってんだっけ、スカラシップだ、スカラシップ、なんで出てこないんですか僕が先なスカラシップ作品のね、はい、配給も2本、はい、3本か、はい、いや2本かな、3本だと思うんだけどな、うん、僕1回調べといてよ、はい、運命じゃない人と不登校、うん、もう1本なかったっけ、まあ、私いなくなってからのか、いやそうかな、僕3本だと思うんだけど、ちょっと調べて、うん、調べてください、はい、もうやってたんでね、
で特にほら佐古さん一時期この PFF アワードに関してこう思い込みがあったのがちょっとどうなんだろう、その後その思い込みは正しいのかどうか、うん、まあ、その辺も含め、うん、間違ってましたね。間違ってたの、うん、もう認めちゃったんだって、ね、認めます、認めちゃったのか、はい、うん、まあその辺も含めてね、はい、今ちょっと興味持たれた方もいらっしゃるかと思うんですけど、ぜひこれは見てみたいなということで、まあ大変上映回数も少ないしね、上映館も多分都内ユーロスペースだけでも結構地方やるんだよね。これただ公開日が4月22日ではないかもしれないですけど、まあすでにここに17巻書いてあるので、まああのおいおい見られることになると思うんで、まあ大丈夫なんじゃないかなということで、まあこれもね20丸の2本目、丸の1本目これかよっていう声も聞こえてきそうですけど、独裁者たちの時ということで、2022年のロシアベルギー作品でローカルの、国際映画祭に、出品された作品ということで、まあ、なんといっても記載アレクサンドル・ソクールフ監督はですね、各地のその市政者、その時の独裁者だったり、まあ、天皇陛下だったり、まあ、各国の、まあ、そういうカリスマ性のあるリーダートップを映画に数々してきたんですけど、なんと今回は全部ぐしゃっと一緒に出してしまうというね。でなんかあのイングリッシュタイトルがフェアリーテールっていう風に言ってるらしいんですよ。だから黄泉の国からヒトラー、スターリン、チャーチル、ムッソリーニが帰還して一堂に会して喋るっていうわけのわかんない企画ですよね。まあソクロフといえばその太陽という作品ですね、天皇陛下昭和天皇ですね。そうです。のあれですかね、一応戦争責任ですか、あれ一応。そういう感じでも私はないんですけどね。そうだっけ、うん、まあ一世を犯さない。私はだから天皇、昭和天皇を描いた映画だと思って、うん、まあそれはそうだよね。あの戦争責任っていうわけではない、わけではないですね。まあそれをお買い付けになられたのは当時佐古さんの率いるクロックワークスだったわけですね、はいはい、そうですね、共同で買い付けさせていただいて、配給がだからあれですよね、今監督としても、はい、スローラーナーさん名を成してる、はい、越川さん率いるスローラーナーだったっていうことね、自社で配給したかったんですけど、うん、猛烈な反対を受けて、うん、自社で配給できなかったっていう、じくじったる太陽ですまあその辺も含めてね、はい、まあいろいろソコロフさんにお会いになったことあるんですか。会ってないですね。会ってないんですね。もう予告編見るだけでまがまがしいですね。これかなりまがましいね、うん、であの監督はあのディープフェイクは使ってないと、うん、ありものの今までのさまざまなアーカイブから引っこ抜いてきて、うん、まあ、その合成はしてんだよね、うん、と思います。だからビジュアルエフェクトってことですか。セリフはどうなんですかね。セリフもでもセリフもいやそのままじゃないと思うですよね、うん、だってあいそれ言っちゃいけないのか、予告編で出てるけどね、うん、まあだからそれは見てってことになると思うんですけど、うん、はい、これが丸の1本目、はい、から丸の2本目ちょっとどうなんだろうと思いつつも、うん、あの午前4時にパリの夜を明けるということで、2022年のフランス映画ベルリン国際映画祭に出品されて、セザール賞の音楽賞候補、リュミエール賞の撮影賞候補に上がった作品ということで、どうもなんか予告編だけ見てると出来的にはなんかもう一つな感じを僕は予想してるんですけどね、うん、ただまあキャストもシャルロット・ゲンズブール、エマニュエル・ベアル久しぶりに、まあ本国では出てらっしゃると思うんですけど、僕が見る限り久しぶりということで、監督脚本はアマンダと僕で話題を呼びましたミカエル・アース監督ですね。ミカエル・アースのアースは HERS と書いて、アッシュ、H はあのフランス語では無音なんでね、アースということになるんですけど、気になるのはこのエリック・ロメールを受け継ぎって書いてあるんですよ、予告編の中にも。これ一応フィルムスターツという、まあ、雑誌なのかウェブサイトなのか分かんないですけどが出自だと思うんですけど、どうも予告編見てる限りエリック・ロメールには見えないんですよね、僕にはね。その辺もあってちょっとぜひ見てみたいな。エリック・ロメールじゃねえだろうと思うんだけど、もっとロマンティックだと思うんだね、こっちの方が、うん、まあいうことでちょっと気になるので、丸の2本目にしてみました。それから丸の3本目これかよという声も聞こえてきそうですけど、なんかこれ T3 枠のような気もするんですけどね、ベネシア・フレニアということで、2021年のスペイン映画で、監督脚本制作はあのヨーロッパの異彩アレックス・デラ・イグレシア、1965年生まれの58歳ということで、もうあれですか、アレックス・デラ・イグレシア監督ももうそろそろ60なんですね。なんかあの昔ね結構いろいろなあの作品を、なんだろう、イタリアの人じゃないけど、なんかジャルロだよね、ジャンル的にはね。ジャルロってな、ジャルロってほらそのダーク
合図じゃなくて今なんだっけやってるあれにも有名なイタリアのこう残虐殺戮系のアルジェントの、うんうん、はいはいはい、ああいうだから、はい、あの作品群ですね、はい、になんか近いような気はしてるんですけど、うん、いうことで今回も非常になんか悪意あるモチーフで、残虐性高そうな感じで、これ R はついてないのかしら、R15 ですか、 R15 か、なんかあんまり R が目立たないけど、っていうか目立たないっていうか入ってないような気がするんだけど、ここにはこれあれかな、 R 指定される前に作っちゃったかな、うんうん、大丈夫なのかな、これじゃあ本ちゃん作んなくて、クロックワークスですけどね、はい、急ねどうなんだろうこれ、大丈夫なのかな、洗剤 R 入れなくて、まあいう感じですね。で、丸の最後1、2、4本目、あ、ここかよっていう声も聞こえますけれど、東京リベンジャーズ2地のハロウィン編決戦、なんか予告編見てる限りあんま面白そうに見えないんですよ、うん、どうなんだろう、一作目はまあそこそこ面白かったと思うんですよね、あのいわゆるこういうなんていうんですか、若者血統グレ系で集団なんだけど、じゃあクローズと変わんねえじゃんと思ったらね、まあ仕掛けがあるっていう映画でしたけど、なので一応面白くは見ました、あの SF じゃないよね、完全にファンタジーだと思うんですけど、まあこれ今回も前編後編なんですよね、あの2がで、運命が4月21日で決戦が6月30日公開なんですけど、上映時間が1時間、うんと予告に入れても1時間40分とか、これ90分の、はい、90分だって見やすいね、見やすいですね、うん、いうことでね、まあ、キャストはもう日本の今の若手演技陣の男性がほぼ総登場だと思うんですよね、すごいキャストですよねこれ、まあだからまあ見ざるは得ないかなという気はするんですけどね、はい、監督は花房さんですよね、スミックエースにいる時にハンサムスーツとかで一緒にやりました、僕はほぼ関わってないですけどはい、三角の1本目、プーチンより愛を込めて、まあ、プーチンっていう人は非常になんか興味深い人物なんで、これがすごいのはそのボリス・エリツィンが辞任した後に彼が大統領代行になった時ね、その時にこの監督のビターリー・マンスキーさんが、プーチンさんにこうずっと密着して撮影してたらしいんですよ、でそれを中心に一応そのプーチンさんを描いた映画らしいんですよね、ということで非常に興味深いですよね、2018年のラトビア、スイス、チェコ、ロシア、ドイツ、フランス合作でヨーロッパフィルムアウォードのドキュメンタリー賞の候補になって、カルロ・ビバリ国際映画祭のドキュメンタリー賞を受賞しているということで、面白そうでしょ、これマルコビッチの穴みたいなアートワークになってますね、まあそうですね、うん、どうですか、いやでも誰でも考えたでしょ、ね、こんなでも考えたものをパクられた、それってパクリじゃないですか、いやあれしかもオリジナルだし、僕らが考えたわけじゃないから、そうか、うん、僕らが考えたのはコピーとかタイトルだけだから、うん、だからいいんです別にですね、うん、それってパクリかもしれませんけど私には関係ありません、そうですか、うん、はい、それから三角の2本目、高速道路家族ということで、2022年の韓国映画なんですけど、あ、これじゃない、こっちだった、こっちね、はい、なんかあの最初はすごい見たかったんですよ、だから丸にしようと思ってたんだけど、なんか予告編見てる間に見たくなくなってどうよ予告編って感じですか、ね、いやっていうかちょっと見すぎたんじゃないかと、回数をもう見た気になっちゃったっていうか、あのちょっと鬱陶しくなっちゃって見た気になったわけじゃないんです、うん、ちょっと鬱陶しくなって、私東京 MER がそれですね、東京 MER はもともと見たくないのであんまりものすごく見させられて、うん、っていうかもともと見たくないから、あの全然別に東京 MER に関してはいいんですけど私リクエストが来てるんで、元々見たくない、ちょっとどうしようかなと思って、でこの高速道路はもともとは結構見たかったんですよ、うん、見たくなくなって、でもなんか賞とか取ったらやっぱり見ざるを得ないのかなと思って、何の賞も取ってないんだよね、でなんかプサン映画祭なんとかって書いてあったけど、これは何、プサンに企画が出たのかな、いや企画が出たのかな、企画、あのプサン最近企画マーケットやってるんでしょ、やってますね、だ企画マーケットなのかな、それで出てお披露目かなんかしたのかな、うん、ちょっとよくわかんないんですけど、まあプサンはもともとコンペティションはないから、まあ別にプサンに出ても出品とは書かないのかもしれないけど、でもプサン出品のマークもないんだよねこれ、もしプサンに出てんなら出せばいいと思うんだけど、なんでプサンのコメントがあるのにプサンの表記がないのかな、これは配給の AMG エンターテイメントにじゃあ聞いてもらえますか、佐藤さん、 AMG さん、いやでもまた聞きすれば聞けるし、ね、うん、佐藤さんほら業界の顔だからもう何でも聞けると思いますから
たまたま新仮面ライダーがうまくいったからといって毎回うまくいくとは限らないからね。いやいや大丈夫ですよ、佐藤さんのあの顔でしたらなんとかなる。プサン映画祭で賞は取ってないのか、うん、いやそうじゃなくてプサン映画祭のコメントがあるのに、うん、なんでプサン映画祭出品の狂気がないのか、忘れましたとかですかね、まあ、入れなかったっていうのはあると思うんで、だからなんで入れないのかそれも含めてちょっと聞いてみたいなと思うんですよ、ぜひ、まあ、また聞きでもいいので、はい、いうことで、まあなんか予告編いっぱい見てるうちにちょっとこう見る気が失せてきまして、丸にしてたんですけど三角にしてしまいました。ユウさんまだいるのかな、ユウさんがいれば聞ける、ぜひね聞いてください、物見ユウさんで聞いてください、それから三角の3本目になるのかな、 1PM ワンアメリカンムービーってことで、これまたねかなり異色な映画なんですよ。ジャンリュック・ゴダールがアメリカに 1AM ワンアメリカンムービーという企画でアメリカに乗り込んで撮り始めたらしいんだけど、途中で放り出したらしいんですよ。でその途中まで撮ったフィルムを、まあ、一応ここにはダイレクトシネマの機種リーコックとペネベーカーがそれを編集したり追撮したりして作ったらしいんですよね。このチラシには監督 D.A. ペネベーカーリチャード・リーコックっていう表記なんですけど、一応 IMDB 見るとさらに監督にジャンリュック・オダールの名前も入ってるんですよ。だからこれちょっと映画見ないとそのどういうクレジットされてるのか分かんないんだけど、 IMDB を見るとあのその3人の名前が、監督として連記されてるんですよね。で当然ジャンリュック・ゴダール出てるわけですよ。なぜかっていうとそのアメリカ行っていろんなその有名な人にインタビューしてるらしいんですよね。だからゴダールも出てくるわけです。それでペネベーカーっていうのは結構なんていうんですか、まあなんかダイレクトシネマの一人らしいんですけど、ミュージシャンとかのドキュメンタリー非常に多くて、一番有名なのはあのドントルックバックね、はいはい、ボブディランの、はいはい、だから僕一本だけアスミックにいるときに D.A. ペネベーカーがテレビ用に撮った音楽ドキュメンタリーをアスミックで発売したことがあるんですよ。でその時に結構 D.A. ペネベーカーも調べたんだけど、はい、まあ、非常にこう独自固有な位置にいる監督なんですよね。でこのリチャード・リーコックもなんかダイレクトシネマのなんか代表選手らしいんですよ、まあ、それがあのフレデリック・ワイズマンとかにつながってくるらしいんですけど、まあ、僕よくその辺は知らないですけど、まあ、アメリカにこう独自なドキュメンタリーの方式、なんか元々はカナダで発生したらしいんですけど、まあ、元を正せばシネマビリテで、元を正せば昨日なんだっけロシアのね、あ出てこないな、えっにゃ出てこないな、昨日プラウダだ、よく出てきたね。まあ、キノプラウダ、シネマベリテ、ダイレクトシネマってことらしいんです。さらにダイレクトシネマとシネマベリテが混合して、まあ、今のなんだっけあの方ほらなんだっけアポなしで行く彼なんだっけマイケル・ムーア、はい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 、まで繋がってくるらしいんですよ。まあ、僕はあのドキュメンタリーあんま好きじゃないんでそんなに詳しくないんで、あの詳しい方がもし書いていただけるといいと思うんですけど、いうことでこれブラックパンサーのエルドリッジ・クリーバーとかそういう人にインタビューしてたりするらしいんですよ。時間はね一応90分あるんですよ、はい、なんか40分ぐらいの映画なのかなそれだったらと思うじゃない、うんうん、でも一応90分あるって言うんでね、これはなんか相当珍品なんだろうと思うんですけど、まあぜひちょっと見てみたいなと。クレジットがどうなのかちょっと分かんないんですけど、もしクレジットにゴダールの名前があれば、まあ、ジャンリュック・ゴダールの日本で公開されてない作品ということになると思うんですよね。まあいうことで面白そうですね。別に丸にしてもいいんだけどね僕これ気分的には。でもなんか作品が多かったから三角にしてみました。でちょっと見てみたいんだよね、はい、一部でなんか異様なリクエストも来てましたけど、熱いねリクエストも来てましたけど、レッドロケットこれ2021年のアメリカ映画でカンヌ国際映画祭に出品されて、インデペンデントスピリットアワードの主演男優賞、それからゴッサム賞の脚本賞、主演男優賞、ブレイクスルーパフォーマンス賞の3部門候補になった作品ですね。主演のサイモン・レックスさんというのはなんかやっぱりそういう映画に出たらしくて、一時期なんか姿を見せなかったらしいんですよ。だからなんかこの主人公に非常にこう通底する役者さんらしいんですよね。でこのレッドロケットに主演してロサンゼルス映画評価協会賞、ナショナルアメリカなんだっけナショナルボードオブ違う違う違うそっちじゃない方ない方ない方、これ賞書いてないんだよね、しょうがないね賞がないよ、だってどうしてあんな取ってんのに書いてないんだろう、ね、結構ね賞いっぱい取ってんですよ、だからねリクエストもいただいたし、うん、なんか意外に低いですね、もうちょっと上かと思った、うん、なんかあの予告編見てるうちに見たくなくなる高速道路家族と一緒じゃないですか、なんか絵がねやっぱほらアメリカの片田舎でなんかこう見ると気持ちがすさみそうな気がして
のブレイクスルーパフォーマンス賞を取った女の子をちょっと見てみたいなと思ったんですよ。まあ A24 北米配給ってことは A24 がピックアップしたってことですね。まあアメリカではねピックアップしたんでしょうね。でまあ監督も多分これリクエストくださった方もフロリダプロジェクト真夏の魔法のファンなのかもしれないんですけど、これで、インディペンデント、あ2015年のタンジェリンと2017年のフロリダプロジェクト真夏の魔法でインディペンデントスピリットアワードの監督賞の候補になって、まあ取ってはないんですけどね。まあ、非常に一部でこのショーン・ベイカー監督ものすごい評価されていて、まあ、現代のアメリカインディペンデント映画界を代表する監督の一人というふうに言われていることは非常に多い監督ですよね。なので多分カンヌも初めてこのレッドロケットをピックアップしたんだと思うんですよ。で監督脚本制作編集を今回担当されてるんですけど、1971年の生まれで52歳、当年52歳ということなんで、まだまだいっぱい作品作れそうだし、もしかしたらこのあとねもうちょっと賞とか受賞する監督もいるかもわかんないですよね。予告編見るとね、 T さん予告編見てどうでしたか。これ見たよね。予告編見ました。見たいですか。これなんか結構強くおすすめされてる方がいらっしゃって、そうね、某一人ね、そう某方、某方がそれで気になってたんですけど、うん、確かになんか予告編見てこんなに映画が多い種じゃなければね。ロードムービーとかではない。ロードムービーではないね。あの A 地点から B 地点に戻ってきた男の話なんで、うん、A 地点じゃねえな、 B 地点から A 地点に戻ってきた男の話だね。だからふるさとに戻ってきたダメ男女映画ってあるじゃないっけ、カルメン故郷へ帰る、まあ、だからカルメン故郷へ帰るだよね多分、うん、でもなんかあんなに押されると見たくはなりました。なるほど。じゃあ今年な、今週何本目に来るのかな、ティーサー。今週は順位をつけて後で言ってもらおう。はい。ここまでがランクなんですけど、ランク外もね結構ね見たい作品があって、これも佐藤さんもちょっと興味があるんじゃないかと思うんですけど。あのね、久しぶりにお会いしたの代々木上原でしたからね。お会いしたの？いや竹内さんと。ああ。でもここで食ったわけじゃないよ。そう。だからこの近くかなと思って。そうね、うん、まあ、塩100年続く店の始まりということで、まあミシュランガイドジャパンで4年連続で一つ星を取っている代々木上原の創作フレンチレストラン塩のオーナーシェフ鳥羽周作さんに密着して、これしかもコロナ禍だと思うんだよね。で喫茶店、すき焼き、居酒屋など業態の異なる飲食店を矢継ぎ早にオープンして、まあ、拡大していくんだけど、多分この鳥羽さんにこれついてくるスタッフがなかなか結構その難しいんだろうなということで、早すぎる成長が生み出すきしみと迷いということで、100年続く店が始まる時を捉えたドキュメンタリーという、なかなか面白そうだよね、うん、特に我々飲食店大好きだから、大好きです、ね、うん、食べるのも飲むのも大好きなんで、まあ、ぜひちょっと見てみたいな。こんなに上に映画がなければ、元はヌーベルキュイジーヌなんですか。ヌーベルキュイジーヌじゃないと思う。じゃない。だからフュージョンに近い、うんと今のだからなんていうんだっけ、最近もうほんと言葉が出てこなくて、 D さんどうにかしてもうほんとに嫌だ。だからさ、ヌーベル90年って結構前なんだって言ってんじゃんかよ。もう古いんだよ、あれは。もう昭和のままだね。うん、もうヌーベル90年多分初めて、何年前かって話だね。多分1900どうだろう、60、70年ぐらいじゃない。そんな前なのか、うん、始まりはよ、その突端は。カンテサンスとかなんていうんですか。カンテサンスはだって創作でしょ。創作フレンチじゃない。それに近い。だそっちだよ。ですよね。だからなんつうの、現代のモダンコンテンポラリーフレンチだと思うよね。なるほど。で今のなんつうんだっけ、出てこないね。最近語彙が出てこなくてね。語彙に出したいんですけど、ね、ジョークだけはね、親父ジョークはいつでも言えるんだよ。なんで出てこないんだろう。なんでまあ非常にこう僕ら的にも興味があるのでね、こんなに上に映画がなければ三角どころか丸でもいいぐらい。見た後フレンチとか食べたくなりますね。食べたくなるね、きっと、はい。続いて、チラシはゲットできませんでした、インデペンデント日本映画ですね、なぎの憂鬱ということで、まあ、コーンフレーク、実は未来の実の監督の磯部哲平監督とインデペンデントでご活躍されている次なぎ子さんが、一緒に組んだ2022年から始まってる短編シリーズ「凪の憂鬱」の続編となる長編映画ということで、ちょっとそれ以外の情報はよく分かんないですけど、どうなんでしょうねこれね。まあインディペンデント日本映画ちょっと見てみないと分かんないので、どんなもんなんでしょうか。続いてランク外3本目、あの夏のアダム、2019年のアメリカ映画ということで、2000年代の中頃のブルックリン、
2000年代の中頃のブルックリンってどんなかな、うん、ちょうどあれかマンハッタンの時代がどんどん高くなって、うん、マンハッタンからブルックリンに飲食店とか移り出してブルックリン の、 あの港べりとか川べりの店がどんどん高くなっていった時期かな、うん、そんな頃だよね、うん、2000年代の中頃あのセッテンバイレブンの、うん、だから、はい、いやいやいや後でしょだって1998年9年8年、そうか2000年代の中頃って今言ってんだよ。そうだそうだ、どういう頭の回路してんですか。じゃあセッテンバイレブン11以降そういうことですね。だからブルあれだよやっぱマンハッタンの地価がどんどん高くなってさみんながあの住めなくなっていった頃だと思うんだよね。で、その、刺激的なブルックリンのクアコミュニティに足を踏み入れた高校生のひと夏の経験を描くということで結構この郊外だけだと面白そうなんだよね。なんでちょっと見てみたいんだけど上にいっぱい役がありすぎてねなかなかここまでたどり着かねえだろうっていう話でね。これなんか賞とか取ってればまたちょっと変わるんだけど別にそういうこともないみたいなんで、続いてランク外の1,2,3,4ゲネプロ7ということで、まあ、最近なんか堤幸彦監督はいろんな立ち位置の日本映画をいろいろ作られてるんですけどこれもその何多分 2.5 次元系の俳優さんだと思うんですけどでしょうね、うん、ゲネプロっていうぐらいだもんね。ゲネプロは別に演劇のほらいやそうですけど、うん、イケメンがいっぱい出てるそうイケメンがいっぱい出てるから多分 2.5 次元系、まあ、舞台でイケメンっていうと 2.5 次元系かなと。でどんな映画だろうと思って横顔見たら横顔見てやっぱこれを見る気をなくしましたとにかくハムレットとかリアとかさなんかあの、うん、7人のシェイクスピアの主人公が戦う話なんですよ、うん、見たいこれ、うん、だから僕は申し訳ないですけどこの系はちょっと横顔見てなんかやっぱりちょっとテレビっぽい感じしますね。テレビっぽいっていうか YouTube っぽくないですか。 YouTube はちょっと言い過ぎなんで言い過ぎなの、うん、じゃあ我々はなんでやっぱ YouTube で作るコンテンツはそこまでお金かけられてないと思うんですよ、ね。まあ、配信だったら分かりますけど。じゃあ配信そうそうだから Netflix とか Amazon じゃあ配信って言ったやんもういいじゃんそれでね配信行為ですね誰が配信に配信したんですかいうことでねなんか予告編見たらちょっとごめんなさいこれは僕は全く見たくはなかったですね。はい続き続いて大阪フルクそれこそこれ YouTube になっちゃうんですけどね、うん、YouTube の人気ドラマ東京古着日和シリーズの、まあ、映画版ということですね。でさらば青春の光の森田さんが最近なんか人気結構出てきてる感じですよね。ずっと芸歴長いですけどね、うん、で三石健さんとかも一緒に出てるんですけど東ブクロさんも出てますね。配給ラビットハウスだやべえいうことで大阪に、まあ、なんかこの東京古着日和シリーズなんでこれを大阪に舞台を移して映画化なんですよね。で古着を愛するお笑い芸人の恋と仕事の間で揺れ動く姿を描くということで森田哲也ファンは見たいでしょうね。うん、まあ、僕はちょっとそこまでではないですね。これラビットハウス配給だけなのかな。プロデューサーにはもう名前ないですね。ちょっと見てみないと分かんない。なんか三石健さん今年大活躍みたいですね。いっぱい出てますね。えこの後に、何年ぶりだっけ、あぜ道のダンデー以来のダンデーって言っちゃった今主演、でこれが結構話題を呼んでるんですよ。カンヌに出品されることが決まったんで。おあの監督はね二宮龍太郎さんなんです。わかります。いやわかんないです。わかんない、うん、役者として結構見てると思いますよ二宮さん。うん、もともとピアでショーとかも撮ってるんですけど、うん、監督でもありながら最近は脇役の俳優として結構活躍されてる、うん、アンダードッグって見たんでしたっけ。アンダードッグ見てないです。あ見てないのか。アンダードッグかなり鮮烈な役だったですけどね。でも今すごい活躍されてる。写真とかちょっと佐藤さんに見せてあげて。なんか確かに見たような気がする。いやいや相当見てると思いますいろんな映画で、うん、僕結構注目してる俳優さんの一人です。分かった。ヤクザと家族、うん、ヤクザとかよくやってる。ヤクザと家族か。ヤクザと家族にも出てる。まあいうことでね、まあ、三石健さんも今年大活躍なんですけど、まあ、この三石健と森田哲也の共演っていうのが多分この映画のミソなんじゃないかなと思うんですけどね、まあ、上にこんなに映画なければぜひ拝見したいなと思うんですけど。続いてグレートグリーンウォールということで2019年のイギリス映画、まあ、これはあのマリ出身の世界的ミュージシャンインナ・モジャさんの気候変動が激しい最前線を旅しながら音楽で人々をつないでいく姿を描いたドキュメンタリーということで、レインダンス映画祭の審査員賞ドキュメンタリー賞をね最優秀ドキュメンタリー賞を受賞していて、なんかね制作総指揮にフェルナンド・メイレレス監督が名前も出されてるそうなんですよ。フェルナンド・メイレレスってご存知ですよね。いや
すぐパッと分かんない。え、シティ・オブ・ゴッドの監督。あ、そうなんだ。シティ・オブ・ゴッドで、まあ、映画を変えたって言われてるね、フェルナンド・メルレス監督が制作総指揮に連なってるというか、まあ、これも面白そうですよね、非常に。はい、続いてヒットマン・ロイヤー、まあ、これのポイントはね、監督が大野大輔さんってことなんですよ。知ってます？大野さんってあの、重機アクションとかやる人でしたっけ？違います。違いますか。佐古さんも大好きな辻浦蓮舫の監督主演です。あ、彼か、うん、の新作なんですね。そうです。だ、脚本監督大野大輔さんですね。出演はしてないのかな、今回は。してんのかな、どっかちょっとだけ出たりするのかな、いうことで、まあ、あの辻浦蓮舫ね、好きだった方は、まあ、監督を追って見ていくってことではありなんじゃない、ありなんじゃないですか。うん、まあ、なんか辻浦蓮舫よりはエンタメ寄りになってるのかな、まあ、エンタメ寄りなんじゃないのかな。え、じゃあ辻浦蓮舫はエンターテインメント寄りじゃなかったってことですね。もうちょっと若干アンチロマンな匂いがしましたけど。アンチロマンじゃないか、あれはロマンだよ。そっか、ちゃんと物語だもん。そっか、うん、ロマンだね、うん、アンチロマンでは全然。アンチロマンが1個なんかあったよね。アンチロマンいっぱいありますよね、うん、それこそ都合のラジゼンだってアンチロマンだし。そっか、うん、はい、いうことで、まあ、これもね、辻浦蓮舫ご覧になった方はね、ぜひ見たいと思うんですね。表の顔は無敗の弁護士、裏の姿は伝説の殺し屋の血を引く人斬り、そういう人を主人公にしたアクションエンターテインメントということで、まあ、最近こうインディペンデントでこういうのね、多いですよね。で、しかも監督がその辻浦蓮舫の大野さんなんで、ご覧になりたい方は結構見たいんじゃ。これリクエスト来たりするの？してないね。いや、来てない。それからチラシをゲットできませんでした。占いゲーム、父親を自殺に追い込んだ詐欺師たちに復讐のゲームを仕掛ける男の姿を描くといえば、最近テレビでやったあれみたいですね、平野翔くんがやった。見てたじゃん。僕は見てないけど。もう一回言って、どういう、っていうか人の話聞いてないよね、もともと。もういいじゃん。いうことで、占いゲームという映画もあるそうです。まあ、今週でも本数自体はね、そんな多くないんだけど、相変わらず見たい映画はなんか目白押しで、本当はこのランク外の死を100年続く店の始まりとかもね、ちょっと見てみたいし、なんか最近さ、僕の友達の俳優がさ、仲いいだの話か、なんか出てるって、なんかメール送ってきて、もっと早く言えよって話なんだよ。あ、取り上げてくださいって。いや、そうじゃなくて、言及して、いや、ぜひご覧くださいって言うからさ、なかなかシネマサロンが忙しくて、そんな急に言われても見られないよって言ってメール返したんだけど、もっと早く言ったよって話。なんか遅いよ、ね、遅いんだよ、みんな言うの。某監督はさ、結構早くなんか試写見てくれって言うんで、一昨年試写一本見てきたんですよね、はいはいはい、そのぐらい早く言ってくれればさ、2週間3週間の間のどっかで見たりするんだけどさ。神田、神田の話だよね。神田の話に出てるっつうからさ、こんな始まってから言うなよって話なんだもん。しかも気づかなかった僕も悪いんだけど、チラシにも写真載ってんだけど、だからさ、あのやっぱり現場の方たちはね、うん、なんか情報解禁とか気にはされると思うんですけど、公開してんだよ、公開した後で宣伝的な観点が抜け落ちてる方多いですよね。うん、ていうか見てほしいんだな、前見ろに言ってくんないとなかなか見られないよ、宣伝プロデューサーとしては。 と言いつつ、なんとか明日見に行こうかなと思ってるんですけどね。まあいいんですけど、はい、今週はここまででいいかな、はい、ここまででじゃあお願いします。わかりました、うん、じゃあ T さん、気になる作品はいかがですか。順位をつけてぜひ申し上げてください。では見たい順に言います。はい、東京リベンジャーズ2、血の晴れ。あ、それが1番なんだ、うん、おお。午前4時にパリの夜は、それ2番なんだ、うん、ビレッジ、ビレッジが3番目、ベネシアフレニア。それ4番目なんだ、さすが T さん。高速道路家族、おお、5番目、レッドロケット、あ、6番目、プーチンより愛を込めて。え、プーチンより愛を込めて7番目なんだ。以上です。おー、そうなんだ。いや、独裁者たちの時はあんま見たくない。いやー、でもあれも予告よく見てて気になってました。あと J005311 は滋賀にもかけた。それも気になる。なんだよ。はい、じゃあ今週の課題作品ですが、うん、まあ、ビレッジは決まりかな、うんうん、それで T さんの一押しの東京リベンジャーズ2も、うん、まあ、キャストも豪華だし、うん、1やってますから、うん、まあ、あと公開規模もこれが多分今週一番大きいので、あと上映時間短いしね。そうですね、うん、CM 入れても1時間40分だからね、うん、短い。この2本は決まりだな、はい、私の3番目、まあ本当は2番目なんですけど、
独裁者たちの時おまあソクーロフね、うん、ちょっと関わりましたので最近もサボちゃんのチョイスが意外で面白いよねじゃあ独裁者たちの時、はい、まあ思い出話も含めてねそうですね、うん、で竹内さんの話を伺って、うん、あの見たい度がかなり激しく変動しまして、うん、やっぱり俺も気になってた J、うん、多分005311、うん、にしますかしますおこれやっぱりちょっとラストが気になるね、うん、でしかも満票っていうのはね、うんうん、多分なんかあの面倒くさそうな審査員の人たちがさ、うん満場一致って珍しいんじゃないかと僕もあの1回だけ学生大学生映画祭の審査員やったことあるんですけど、うん、絶対みんな引かないんですよね、うん、それで面倒くさいから僕調整して賞1個増やしたんですよ、うん、なるほどそしたらなんか主催者の実行委員長がなんか文句言ってたらしくて、うん、勝手に賞増やしやがってみたいなでもそういうことやっぱりありえますねでももちろん確認取ったんですよ、うん、分かるあのもうこのままだとみんな引かないし、うん決着つかないからこういう風な感じでどうですかっつって話したらじゃあそれでって言ってたんだけどそれで決まったんだけどなんかやっぱり大変だったらしくてまあカンヌとかもそうじゃないですか、うん、やっぱ特別賞ってねやっぱ落としどこなくて作られることありますよねあといきなりほら審査員あじゃないパルムドールにさ、うん、女優2人選んだこともあったじゃない、はい、あったんですよ、はいはい、いうようにやっぱりその時その時の話の落としどころっていうのがあるじゃない、はい、であのやっぱり審査員同士もさじゃそれ入れんならこっちもとかっていうね、うんうん、そういうそれぞれ皆さんいろいろ言うからなかなか難しいんだよ、ね、難しいね、うん、あとこれだけは許さんとかさいろいろね大変だからねだからそんな中でこの時44回の審査員って誰だった多分ピアなんで3人ぐらいだと思うんだよねでまあ多分有名なプロデューサーか有名な監督有名な脚本か、まあ、俳優かなそのあたりの3人だと思うんですよだその方々が満場一致ってことは見どころがねそれなりにある作品なんだと思うんで、まあ、ちょっとねあの見にくい作品が地方では見にくい作品2本選んでしまったんですけどでも J00 はさっきも言ったように17拠点はもう決まってるからお待ちいただく感じですね、うんうん、いやでも多分1ヶ月内外でやるんじゃないかと思うんだよね5月の頭半ばらへんから、うん、ちらほらあとね、今日一番竹内さんの話を聞いて見たくなったのはゴダールですね、うん、あ、ゴダールか、うん、ちょっとどんなものか、ね、ちょっとね、なんか正体見たり枯れ花したいよね、うんうん、ちょうどね、この4月の下旬にゴダールのまた追悼映画祭があるんですよ、うん、しかもこのこれと合わせて中国女となんだっけもう一本上映するんですよ、ねはいはいあ、ニューヨークの中国女と中国女だで、ニューヨークの中国女は日本初公開なんだって、うんあ、そうか、これ監督が D.A. ペネベーカーとリチャード・リー・コックなんだああ、そういうことか、つまり中国女を撮るゴダールを撮った映画なん だ、 うんだゴダールの監督作品じゃないんだ面白いねということでね、なんかこのだから 1PM と中国女とニューヨークの中国女は全部つながってるってことですね審査員ですおお、誰だトヨタさん以外わからないトヨタさん、トヨタさんだからこれあれだあ、やっぱり三島由紀子じゃん、うん、三井健も入ってるへえー、面白いね、うん、あだからやっぱりあのあれだね豊田さんと三島監督のコメントは、うん、その時のだからあれだ選評と多分被るんだね、うん、これなんかアートワークも可愛いですよねであの頃のほら、うん、なんつーのこうサイケとかなんつーの、うん、あの頃のあれだよねほらアメリカ星条旗と、ねうん、フランスのトリコロールが、うんうん、いい感じで、うん、なかなかねこれはまあ、ゴダールとか好きな人には、うんまあ、絶筆の映画でしょうね。ですよね、うん、僕もぜひ見てみたいな、はい、どんなもんなのかでしかもこれたまにこういうの見るとさなんかあの異世界にこう気持ちが飛ぶんだよね、うん、それが楽しかったりするよね、うん、全くほら自分が今この生きている日常と違う空気感のさその90分でも違う空気感に浸れるのは結構楽しそうだなと思うんだよね、うんじゃあおさらいです、はい今週のシネマサロン課題作品はビレッジ、東京リベンジャーズ2、地のハロウィン編、運命それから J005311、独裁者たちの時、以上4本にしたいと思いますなんかついてしゃべりたいみたいな話をしようとしたよねどうしたんですかえ東京リベンジャーズ2、地のハロウィン編、運命につ運命、なんかちょっとこの放題にこう引っかかっちゃって、うん、引っかかっちゃった、うん、スムーズに言えなかったなんでこれハロウィン編の後に運命ってついてるんですかね
血のハロウィン。だから血のハロウィン編、次がだから決戦とかなんだよ。そうか、うん、そういうことなんです、ね、そうだよね。そうです、うん、なるほど。なんかサブタイが2つついてるってどういうの。いや違う違う、東京リベンジャーズ2血のハロウィン編なんだよ。分かってますよ、うん、これにそうなんですけど、サブタイ的になんか血のハロウィン編っていうのが見えちゃうんですけど、だってそもそも東京リベンジャーズじゃないのって思っちゃう。では続いて、はい、今週の特集特別上映ですけど、はいはい、ユーロライブで、4月の20日から、だから今日からやってんだね、これ。今日から日曜日まで。先週これ紹介すればよかったね。たまにこういうことがあるんですよね、はい、うん、なんかこう木曜日始まりとかっていうのがさ、うん、なかなかあれなんで。でいうことで、まあドイツ映画祭ってもうずっとやってるんですけどね、2023ということで、今年はだから7本公開される、あ、上映されるみたい。これは東京だけしかやんないのかね。これドイツ大使館の協賛かな。もちろんそうだと思いますけどね、はい、まあ僕らの世代だとよくドイツ文化会館とかにね、うん、見に行ったり、それからビム・ベンダースを初めて見たのもドイツ映画祭だったね、僕は。事の次第が多分初めてだと思うんですよ、あれが。だからドイツ映画祭で上映する。あとね、ヘルツォークも初めてはドイツ映画祭だったかな、ヘルツォークのフィッツカラルドは確か僕ドイツ映画祭で見たんじゃなかったかな、まあ、いっぱい結構ドイツ映画祭見てますけど、今でもね、この連綿と違う形なのかもしれないけど続いていて、まあドイツの、最新作がね7本見られるということで、まあ、ドイツ映画を好きな方は。ドイツ映画はね、もともと歴史がすごい古いんですけど、まあ、ナチスドイツもね映画をすごく利用して、でも一時期ドイツ映画界が崩壊して、その後にニュージャーマンシネマで復活するんですよね。なんで一回ドイツ映画って途切れてるんで、まあ、そういう意味ではね面白い、あのその何文化としての映画ですよね。興味がある方はぜひどうぞ。続いていよいよなんかパート3になるんですけど、蓮見茂彦セレクション21世紀のジョン・フォードパート3ということで、まあこれはあのジョン・フォードのね本を蓮見先生がお書きになって、それのまあ何ですか関連イベントということでね。で今回は第3弾ということで、パート1、2で上映した作品も再上映されます。なのでジョン・フォードの傑作名作佳作勢揃いですよね。まあ例えば男の敵とかね、我が谷は緑なりきとか、黄色いリボンとか、創作者、3人の名付け親、荒野のケット、マイダーリン、クレメンタイン、怒りのブドウ、静かなる男、大好きですね。これ前にちらっと話しましたけど、昔蓮見有弘さん総編集の映画の文庫本書き下ろしっていうのをやった時に、僕も何本か書かせていただいたんですけど、そのうち1本が、静かなる男だったですね。大好きな映画ですね。これで僕の記憶が確かなら、水野秀子先生が漫画にしたのを僕読んで、おお、ジョン・ウェインの主演映画が漫画にもされてると思いながらね、読んだ記憶があります。それは原作権とかもパブリックドミン取ってないと思いますよ。取ってないのかな、当時だから、うん、だって1960年代後半ぐらいの話だと思うんで、まだあんまりそこまではやってないと思うんで、結構ね当時漫画家さんが映画見てそれを本案で書いたりしてた時期だと思うんで、そういう著作権とか取ってないんじゃないかと思うんですけどね、うん、いうことで、まあ静かなる男はジョン・フォードの中で最も幸せに見られる一本だと思うんですよ。あとなんだっけ、創作者は結構この名作として名高いゴダールも映画史の中で引用しているということで、僕はこれパリのカルチェラタンかサンジェルマンかなんかで、名画座で見ました、いうことで。あとはだから川上の別荘みたいな日本で公開されてないやつ、これもフィルムセンターで昔ジョン・フォード特集やった時に僕見てますね、いうんで、まあかなり珍しい作品。あ、当然駅馬車も入ってるし、若き日のリンカーンとかね。まあジョン・フォードといえばね、まあ世界の監督がみんな憧れて、まあ黒澤明監督もジョン・フォードをねずっと称賛されてました。まあこれもチャンスだと思うんで、ぜひ、ご覧ください。はい、今週の特別上映はこういうところだと思うんですね。で今週の午前10時の映画祭、シリーズ第3弾になります。ジュラシックパーク3ですね。いよいよ監督が、スピルバーグじゃなくてジョー・ジョンソンに代わって、キネマ旬報のベスト10第77位、ゴールデン・ラズベリー賞最悪続編リメイク賞のノミネートされた作品ですね。で、アカデミー賞が2作目まで取ってたんですけど、3作目は候補にも上がってないということです。まあでも、ジュラシックパークシリーズね、こうやって、順繰りにやってくれると見てない方には非常にいいと思うんで、まあいいですよね、すごく。
はい、それから単館名画座情報です。新宿ピカデリーと池袋ヒューマックスシネマズで21日からですね、ウェス・アンダースン監督のムーンライズ・キングダム再演するんですよ。なんでだろうこれ。なんか今展覧会やってるから。あ、そうですそうです。展覧会ウェス・アンダーソンみたいな景色、景色っていう、うん、風景展、うん、どこでやってんだっけあれ。遠かったっけ。なんか面白そうだよね、うん、あのいかにもウェス・アンダーソンが撮りそうな、うん、風景、うん、建物の展覧会をやってるんですよ。それって写真で見せてるの。写真だと思います。もしかしたら少し作ってるかもしれないけどね。か、まあ映像か多分ね、写真だと思うんですけど、うん、まあ結構お友達もたくさん見に行って、うん、Facebook にいっぱいみんな上げてますけどね、うん、いうことで、まあウェス・アンダーソン好きな人はねいいと思うんで。しかもムーンライズ・キングダム久々の再映だもんね。これなんだろう、ブルーレイなのかな、出汁はちょっとわかんないですけど、まあ出汁が気になる人は劇場にぜひ聞いてください。それからですね、ヒューマントラストシネマ有楽町では21日から、まあ、1週間で終わると思ってました、ウォン・カーワイの、若き仕立て屋の恋、はいはい、シネマと新宿は1週間で終わりなんで、はい、まあ、僕昨日見てきました、はい、非常にウォン・カーワイらしい映画でしたね、うん、ちょっとサマセット・モームの短編を読んだような気分にもなる映画で、まあ、サマセット・モームよりはるかにセクシャルだと思います、まあ、裸は出てこないけどかなりセクシャルな映画だと思うんで、まあ、そういうのがお好きな方もぜひね、まあ、チャンチェンとコンリーですからルッキズム的にも結構いいかと思います。でもなんかあの頃のなんか雰囲気、世界観、空気感もなかなか気持ちよくてね、なかなか見物なんじゃないかと思います。舞台香港でしたっけ。香港だよね。香港、香港なのかな。もう二度と行けない香港。いや二度と行けないかどうかわかんないじゃん。二度と行きたくない香港。今はね、中国参加の香港には行きたくないってことでしょ。はいはい、まあ、いうことで今週からヒューマントラストシネマ有楽町、しかも確かスクリーン1だったよね、で上映されるんで、まあご覧になってなくて今週見逃した方はぜひ、それからさっき紹介しましたジョン・ウォードですけど、21日金曜日、明日までですね、まだこのルイズ・ブルックスやってまして、22日から特集代わりでジョン・ウォードということになりますね、はい。それから、新聞芸座は26日まで、26日の水曜日まで中島貞夫遊撃の美学ネチョネチョ生きろの作品群が上映されてますね、あ、狂った野獣もまだ見れます。ヤクザ紅連隊もまだ見られます。今日って20日だよね。だからまだそうね、ヤクザ紅連隊、狂った野獣が火曜日、水曜日に上映されますから、ぜひご覧になってない方はください。から新聞芸座は相変わらずなんかそういうことでいっぱいやってるんですけど、22日がハロルド・ロイド生誕130年ということで、映画デビュー110年記念活弁付き上映会ということで、アラムシャ・キートンとハロルド・ロイド、ロイドのスピーディーの2本立てなのかな、2本立てなのかな、ちょっとよくわかんないですけど、を上映するみたいですね。22日、マッド・ゴッドと非常宣言、非常宣言はこのチャンネルでも紹介しました、やってます。それから22日と26日から28日まで、ペドロ・アルモドバルのパラレル・マザーズ、これもこのチャンネルでご紹介してますね、それから、23日が30周年クレヨンしんちゃんアクション仮面 VS ハイグレ魔王をやります。から23日と25日から27日このチャンネルでも取り上げましたマンデーズ、このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない、なんかショーもね、なんかいろんなところで撮ったりして、ぜひ見逃した方はどうぞ。それから23日から25日と27日、もうこうなんでこんな細かく組むのかね、なんかこれ意味があんのかな。このチャンネルでも取り上げましたベネデッタ、ポール・バーホーベンの最新作ですね。それとポール・バーホーベンの、まあ、代表作の一本であります「ショーガール」を23日から25日と28日に上映します。から27日から29日まで、霧島部活やめるってよと少女は卒業しない、これ原作が、同じなんだよね、原作者、なんだっけこの人原作者、あ、浅井さんだ、浅井亮さん、元東宝社員ですね、これは覚えてる、はい、あ、よかったよそれから28日強制スタンディング&ライティング上映ということで、このチャンネルでも取り上げましたアメリカンユートピア、にぎやかくご覧になりたい方はぜひ、ご参加ください。から29日、キサラギ、それから29日、先週もご紹介しました鶴田則夫監督の
ジャガン霊と本当にあった怖い話、恐怖の銀幕特別上映というのがあります。これ2本立てじゃないんだよね、なんかバラバラだったと思いますけど、もしご覧になりたい方はぜひ。はい、続いて早稲田松竹、早稲田松竹は22日から28日まで、このチャンネルでも取り上げましたノースマン導かれし復讐者とグリーンナイトの2本立てですね。そして特別興行でモーニング&レイトショーでジム・ヘンスン・フランコーズ監督のダーククリスタル、これもなんかあんまり上映されないから見たい方はぜひですね。はい、続いて目黒シネマ、目黒シネマはこのフランソワ・トリュフォーの冒険生誕90周年上映で、去年角川シネマ有楽町でやった企画を目黒シネマさんで取り上げてます。上映作品は大人は分かってくれない 4K デジタルリマスター版、アントワーヌとコレット20歳の恋より 4K デジタルリマスター版、夜霧の恋人たち 4K デジタルリマスター版、突然炎のごとくデジタルリマスター版、憧れデジタルリマスター版、私のように美しい娘デジタルリマスター版、家庭 4K デジタルリマスター版、逃げ去る恋 4K デジタルリマスター版、恋のエチュードデジタルリマスター版、アデルの恋の物語デジタルリマスター版、野生の少年デジタルリマスター版、終電車デジタルリマスター版が上映されるそうです。ぜひね、見逃してる方はお運びいただければと思います。そして神保町シアターでは林芙美子と坪井栄、映画で楽しむ女流文学の世界、林芙美子生誕120周年記念ということで上映されてますが、今週はいよいよ成瀬みきお監督の最大の代表作、まあ、本人はどう思ってるか知りませんが、世に言う、まあ、世界を代表する映画の一本ね、成瀬みきおの浮雲、まあ、日本映画第4の男でフランスで再発見されたというね、監督ですけど、代表作ですね、高見秀子さんと森正幸さん、原作は、林芙美子さんの方ですね。で今週はそれと、松竹版大場秀夫監督作品の稲妻、原作は林芙美子ですけど、これは来週上映される大映版成瀬みきおの稲妻と同じ原作を映画化してるんですね、両方で。で片っぽが1952年、片っぽが1967年ということで、今週やる大場秀夫版は1967年、倍賞千恵子さん、藤田誠さん、浜優子さん主演の稲妻ですね。そして和義郎監督、原作坪井栄の手探りの青春、ワニブチ春子さんですね、美しかったですね彼女ね。それから村山真嗣監督、坪井栄原作の草の実、佐久間よし子さんですね。あ、東映ニューフェイスの頃ですね。はい、ということで、まあ、今週も結構ね、まあ、浮雲はぜひね、見てないですか？見てないです、ね、いや、これ傑作ですけどね、まあ、とにかくあの二人が素晴らしくいいですけど、それから続いて下高井戸シネマ、今週今週は22日から29日まで、このチャンネルでも取り上げましたシネマ旬報の主演男優賞も取りましたね、土を喰らう12ヶ月から浦安、魚市場のこと、エンドロールの続き、ジャンコクトの恐るべき子供たち、このチャンネルでも取りましたノットヒロインシリーズの第2弾だったかな、そばかす、そして、昨年3本公開されました今岡真嗣監督特集ということで、私も見て大変面白かった神田川の2人、それから遠くへもっと遠くへ、会いたくて会いたくて会いたくてということで、今岡真嗣監督独自こういう唯一無二の世界の映画3本上映されますんで、ご覧の手ない方はぜひどうぞ。そしてラピュタ阿佐ヶ谷ですね、ラピュタ阿佐ヶ谷は22日まで川島雄三特集やってますね、22日っていうことはあと2日ですね。最後はあれですね、代表作の1本である須崎パラダイス赤信号やってますね、まだね。それから喜劇とんかつ1台一か八か、この3本やってますんで、まあ、あと金土2日間ですね、ぜひご覧ください。そしてフィルム代わりして、あ、特集代わりして、新しい特集が音楽と共にあれ、心弾むミュージカルから電気映画まで昭和の音楽映画詰め合わせということで、まあ、かなり昭和を彩った歌手の方々がいっぱい出てる映画群が上映されますんで、これもなんて風俗的にも非常に面白いですし、なんていうんですか、日本の音楽映画をね見る意味でもいろいろ、ああ成瀬みきお監督の乙女心三人姉妹なんかもやる、これも結構面白いですよ。最後ちょっと悲劇的ですけどね、僕結構好きですね。これ原作川端康成ですね。あ、
美空ひばりと高倉健の現代もので希望の乙女みたいですね、佐々木靖監督の作品ね。いうことで、まあこういう音楽系がお好きな方にはね答えられない特集だと思いますの、ね、で、ぜひ。で、今モーニングショーは岩下志麻、昭和の銀幕に輝くヒロイン第105弾ということでやってまして、土曜日まで100万人の娘たち上映してますが、フィルムガールで23日からは和義郎監督の姉と妹ということで、倍賞美智子、中村明子、岩下志麻ですね、これが3人姉妹で、さらに久我美子、山村壮、轟幸子、まあなかなか当時の風俗がいろいろ見られて面白いというのは原作さだいなこさんですね。そして夜のレイトショーでは絢爛ロマンポルノ時代劇炎上やわということで、24日月曜日まで佐野中世監督のマル秘女郎市場やってますが、25日からフィルム代わりで大原幸雄監督の上演お七子歌、これ原作八百屋お七ですね、歌舞伎や人形浄瑠璃の原作になってますけど、なかなかこういうのを取り上げると日活ロマンポルノはなかなか面白いので、ぜひご覧いただければと思います。そして続いてですね、モーク阿佐ヶ谷では21日から27日まで教育と愛国、このチャンネルでも結局取り上げました、あるあるある、そして犬回転して逃げる、そしてこのチャンネルでも取り上げましたチャンルル監督の柳川、そしてこのチャンネルでも取り上げました未来惑星ザルドス、上映されてます、見逃した方はどうぞ。キネカオモリの名画座ですが、21日から27日は坂本十二監督の2本立て、1本は昨年賞も取られました冬装備ですね、それからもう1本は最近ちょっと上映されてないんで見逃した方はぜひ団地、ラストが結構面白いですね、団地面白かったですな。それからこのチャンネルでも取り上げましたシーセットシーセット、その名をお化け、それからなぜか12ヶ月のシネマリレーの中でカラバッチョの再映をやるみたいなので、まあデレク・ジャーマン監督ファンで見逃してる方はぜひどうぞ。それからストレンジャーさんは27日まで書かれた顔 4K レストア版すべてうまくいきますように、胎児が胎児、モリコーネ、映画が愛した音楽家、アラビアンナイト、3000年の願いということで、すべて うまくいきますようにと胎児とモリコーネ、映画が愛した音楽家はこのチャンネルでも取り上げましたね、ということで見逃した方はね、ぜひストレンジャーぜひ一回行きたいんですけどね、シネマサロンが忙しすぎてなかなか行けませんね。そうかな。なんか課題作以外相当見てますね。そうですね、今週は何本見たんですか、課題作。5本ぐらい見てるでしょ。10本見ましたんで、6本見たってことですね、課題作。行けますよストレンジャー。いやでもそういう時に限って見た作品群が多いんです。そうなんです。見たい時には見られない、それはプログラムのせいってことですね。プログラムと僕がうまく合わない、まあプログラムとシネマサロンが合わない、いやプログラムと僕が合わないですね。雑事があったりする時がほらあるんでね、ちょっと雑、はい、まあドン・シーゲル特集とかそういうの見に行きたかったです、ね、あとチャン・リュル監督作品特集とか杉田教師監督特集とかそういうの見たかったですね。それからですね、下北駅前シネマK2 さんではさっき紹介しました凪の憂鬱が上映されますね、あと20歳の息子のムーブオーバーということになってます。で下北沢トリウッドですではですね、このチャンネルでも取り上げまして公開2周年記念ということで、下北沢で見ろ街の上で、下北沢で見たらどうですか、なんか良さげですね。良さげですね、うん、そのまま街に出て飲みに行きたいって感じですね、うん、そうですね、街の上で下北沢で見ると面白そうですよね、うん、まあ、いうことで、今週は以上でございます。はい、はい、ということで、今週のシネマサロン課題作品ちょっとおさらいで、はい、まずはヴィレッジ、はい、それから東京リベンジャーズ2血のハロウィン編運命、はい、それから J005311、はい、で最後が独裁者たちの時、以上4本にしたいと思います。だからレッドロケットと午前4時にパリの夜は明けるが、うん、リクエストから外れてしまって大変申し訳ございませんでした。ただ最近ね、うん、補欠繰り上げもまあまあありますんで、そうですね、はい、まあ、竹内さんが余裕があるかどうかしら、ね、まあ、余裕、今週は実はちょっと来週火曜日がね一日出張シェフなんで、うん、私もね今週はちょっとね3日潰れるんで、うん、ちょっと厳しいな、3日間しか見れるチャンス、まあでもこの4本以外で拾いたいのも結構ありますからね、うん、あとね、うん、
時間がうまく合うやつを見るんで、うん、どうしても分かります分かります。だからすごく見たい度で見るかっていうと、課題作以外は課題作にひっつけて何が見やすいかにつきますよね、うん、課題作を5本から4本に減らしたおかげで、うんうん、見られる本数が増えましたね。あのそうなのよ、うん、あの無理やり時間が合わないのに、うんね、1時間コーヒー飲んで合わせるとかせずに、うんうん、あの最初の頃はね、意外とスルリスルリと2本3本見れたりするんで、うん、それがラッキーなんですね。そうですね、うん、だから意外と4本にしたことで、うん、シネマスターの取り上げ本数が逆に増えちゃう。なんか今週8本取るんでしょ、はい、バカなんじゃないの。バカなんですよ、いや気づいたんです。どうなってんの、最初からバカなの分かってる。いや最初はこんなに忙しくなかったもんだって、大変じゃなかった。気づかなかったわけですね、私の闇の深さを。っていうか罠にはまった感じがいや罠じゃないよ、とらわれてますね。なんかね、こんなはずじゃなかったね、始めた時は。人生そういうこと多いですね。なんか週2本になんかエキストラ1本で3本ぐらいの感じだったんで、僕もなんかね一応それでいいなと思ってたんだけど、なんかもう生活が侵食されちゃってさもうシネマサロンのためだけに生きてるような感じだよね最近本当に。ということで竹内真嗣が命をかけて送るシネマサロン。いやいやいや、命はかけてないけど、うん、時間の今精魂込めて、今時間のどうだろう 70% は70%ああ捧げてんじゃないですか、捧げて送るシネマサロンですが、今週だから金曜日から10本ぐらい見ちゃったしね、はい、246、まあ、あの課題作から外れてももっとか、あの見ることが増えてますんで。いやそれは課題作から外れるから見るんだと。そういうことですね、うん、はい、なのでぜひ期待してお待ちいただければと思います、はい、今週もなんか8本あげるそうですから、はい、どうもありがとうございました。